連戦の中、現在公式戦3連勝、浦和が今日迎える相手は難敵の広島です。2021明治安田生命 J1 リーグ第26節、浦和レッズ対サンフレッチェ広島。今日の会場は聖地浦和駒場スタジアムです。浦和レッズスターティングメンバー、ゴールキーパー西川です。3バック予想しました。岩波、アレクサンダー、ショルツ、牧野、酒井、平野、伊藤、そして関根、前には江坂、秋元、キャスパー、ユンカーです。控えメンバーはご覧のようになっています。浦和レッズはリカルド・ロドリゲス監督が率います。一方のアウェイ、サンフレッチェ広島、ゴールキーパー大迫、3バックです。野上、荒木、佐々木、長沼、松本、ハイネル、藤井、浅野、柴崎、前にジュニオール・サントス。控えメンバーご覧のようになっています。監督は上福博士。アタッキングサードに入ってポストワーク、これがキャスパー・ユンカーです。さあ前に行って、これ秋元、うまく取って戦意しながら自分でシュート、大迫が最後は抑えました。なかなか粘りのあるプレーでしたね。いやもう見事な崩しだったと思いますね、スルーパス通りました。これチャンス、ビッグチャンスです。一人ディフェンスかわしてシュートは、グランダーで押し込んだ。キャスパー・ユンカー、先制点は15分、浦和に得点が生まれました。好スタート、浦和レッズ。フェイスガードのキャスパー・ユンカー、うまく詰めて左足。まあ、ディフェンダーに当たったんでちょっと軌道が変わったんでね、大迫としてはキャッチできなかったですけど、そのこぼれに対してうまく詰めてたと思いますね、ユンカがね。スローインです。江坂落としたボール、酒井、そして江坂の右足、伸びきったヘディングになりましたが、この辺りは高さがあります。キャスパー・ユンカが今森保監督の表情を捉えました。カバーしたのは牧野、これも遠目で面白いか、しかし高さに勝る浦和、最後のシュートは結局は枠を捉えませんでした。右に流れていきます。この17番が松本、ルーズボール、関根、キャスパー・ユンカー、チャンスになりました。江坂入れたボール、現陸シュート、チャンスになりました。フィニッシュ、これもうまくいかないが、最後はユンカー。分厚い攻めになりました。そうですね、まずは長いボール入れてセカンドボール拾ってからですよね。まあ、ユンカーが、ね、アイデアのあるヒーリーキックでチャンス作りましたけど、いやいい守備ですね。そしてこれが攻めにつながりました。一気に上がろうというチャンスになりました。シュートはわずかに外れましたか。キャスパー・ユンカーの左足、その前に負傷箇所があったか。柏がタッチ際、チャンスになりました。これいいとこで受けました、はい、ドグラス・ビエラ渡す、もう一回シュートだー、わずかに外れた。ドグラス・ビエラわずかに外れましたが、惜しいシュートまで持っていきました。大久保ですかね。大久保ですね。まあ、大迫としてはちょっとね、はい、意表つかれたんじゃないですかね。ヘディングシュート、ドグラス・ビエイラ走りながら柔らかく、まあ、からぬぐい感じでボールを当ててきましたが、
広島、ドグラスビエラ、レッツキープだ。強いですね、秋元ですよね。この時間で、そして笛が鳴ります。タイムアップ。浦和レッズリーグ戦3連勝、キャスパー・ユンカーの得点、1対0で浦和レッズがサンフレッチェ広島を下しました。